ライザ、どこに行くつもりだい？お母さん。今日は畑を手伝うって約束しただろう。お父さんが待ってるんだから早く支度を押し。まあまあ母さん、そうとならなくてもライザには聞こえているよ。あなたがそうやって甘やかすから、この子は。私、今日は大事な用事があったりなかったりなんだけど。あ、いや、ああ、やることはたくさんあるぞ。まずは水汲みに、畑の水やりからだね。まずはってどこから重労働なんだよ。今日一日くらい畑も頑張ってくれるんじゃ。ライザ、畑は生き物なんだよ。お前は一日飲まず食わずで頑張れるのかい？そりゃそうだけど。お前には何より真剣に畑と向き合う心が足りない。向き合って耳を傾けると、ほら、そこの草むしりをして、あの畝が壊れてるよなんて声がたくさん聞こえてくるだろう。その声に応えて畑仕事をしていると、やがて自分が畑の一部になったようだ。あなた、どうしたんだい、ミオ。どうしたじゃないよ。またライザに逃げられて。まったく、どうしていつもああなんだろうね。ま、あの年頃の子には畑仕事は退屈かもしれん。だが根気よく説得すれば、いつかきっと。ごめんね、お父さん。私はまだ当分その境地にたどり着けそうにないのよ。ここで間違いないな。なんだかドキドキしてきたぜ。なんでレントがドキドキしてんのよ。ライザだけじゃなく、僕らにも期するものってのがあるんだよ。タオにも？あんまいいか。ごめんください。空いているぞ、勝手に入ってこい。3人揃ってお出ましか。こっちはちょうど最低限住める程度に片付けたところだ。こういう作業は面倒くさい。そう言うな、野宿は好きじゃないんだ。で、そちらは私たちに用があるといった顔だな。お願いします、どうか。リラさん、あの魔物を倒した時のような実践的な戦い方を俺に叩き込んでくれ。クリント王国の遺跡調査をしてると聞きました。それならこの本を読めるんじゃありませんか。私に錬金術を教えてください。
どっから答えるかな。あいにくだが、私たちはそこまで暇じゃ。どうしたアンペル。お前さん、この本どこで手に入れた。どこって地下の書庫に。まさか本当にこれ読めるんですか。まあな、リナ、ここは当たりかもしれん。そうか。そこのお前、この近辺の案内ができるなら戦士の心得を教えてやってもいいぞ。本当ですか。やった、やります、何でも頑張ります。あとはそっちのジョーちゃんだが。錬金術か。こればかりは教えてどうなるわけでもないからな。私も頑張ります、どんなことだって。まあ待て、錬金術は他の技能と同じように、いや他よりも如実に素質の有無が成否に直結する。簡単に言えば、いくら努力をしても素質がなければどうにもならないってことだ。そんなだが逆に言えば、素質さえあれば当たり前にできる。それを確かめて、もし見込みがあるなら。教えてくれるんですね。ああ、だが素質があればだぞ。お前さんが見込みありなら私も助かる。まずはそうだな、初歩的なことから教えるか。錬金術というのは無より有を生み出す術だ。なあタン、どういうことかわかるか。さっぱり。というか、僕は錬金術より早く本の読み方を教えてほしいんだけどな。やはりいきなり理屈だけ説明しても無理か。いっそ調合からやらせよう。どう見てもこいつは体で理解するタイプだ。そうだな、どのみち素質を確かめる必要がある。お前さん、名前は。はい、ライザ・リンシュタート、ライザです。よし、ライザ、これから私の言う材料を取ってくれんだ。船着き場の近くの森にあったはずだ。船着き場の近く、魔石の森かな。わかりました。取ってくるのは七子草だ。錬金術の基本は採取と調合。まずはその一つ、採取からだ。わかりました、やってみせます。すぐそばの森での採取だぞ。そんな気張るな。いえ、それでも私の第一歩なので。ん、ああそうだ、そこの小さいの、ちょっと確認したいことがあるんだが、いいか。でかいの、お前には私からだ。はい、何でしょうか。それじゃあ七子草の採取頼んだぞ。うん、まだ恥ずかしげもなく三人でうろついてるのか。今度はお揃いでどこにお出かけだ。
古城の飛竜か乾きの悪魔でも退治に行くのか。魔石の森よ。近所で冒険ごっこでもするのか。対岸でひどい目にあってさすがに懲りたか。だいたい魔石の森、あの船着き場の近くの広場だろ。あんな場所を森などと言ってる時点で程度が知れるな。言ってなさいよ。もう構ってやる暇はないんだから、行こう。じゃあな、竜や悪魔はお前らに任せるぜ。なんだあいつら、本格的にいじけちまったんすかね、ボスさん。何度も遊んで見慣れた場所だけど、目的を持って眺めるとまた違う感じがするわね。採集だっけな。どんなものを取るのかちゃんと覚えてるよな。もしかして私のことバカにしてる？ライザは勢い優先で足元がおろそかってのがよくあるパターンだからな。なあタオ。まあね、大丈夫そうならもういいかな。僕アンペルさんから聞かれたことを調べに家に戻るよ。実は俺もリラさんとの戦闘訓練の準備があんだよな。ここなら危なくないし、ライザだけでもやれるだろ。二人とも張り切っちゃって。まあそれじゃあ頑張ってね。さーて、それじゃあ取りまくるわよ。あればいいかな、多分。早速アンペルさんのとこに戻ろう。どうだった？初めての採取は。楽しかったです。今まで気づかなかっただけで、そこら中に面白いものがあるんだなって。なるほど、面白いものか。それを感じられるなら、あるいは。何です？いや、もったいぶってもしょうがない。早速ライザの錬金術師としての素質を試してみよう。まずは私のやることを見てみろ。
七子草と水を使ってこの中和剤が出来上がるというわけだ。次は自分でやってみろ。え？いきなり？今見たばかりですよ。この程度なら見よう見まねでできる。素質さえあればな。さあ。それじゃあ。よーし、これも、これが私の第一歩なんだ。どうしようかな。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。いいかな。おお、これでいいかな。うまくいくかな。できた、バッチリ。なんか上達してきた気がする。どうでしょう。本当に当たりか。それってつまり、素質あり合格だ。お前さんは錬金術師になれる。いや、もうすでに錬金術師だ。駆け出しではあるがな。やったー、これからよろしくお願いします、先生。残念だが先生にはなれない。私はお前さんに教えられることがほとんどないんだ。え？どういうことですか？私は怪我で腕を悪くしていてな。初歩ならともかく、繊細さを要求される高度な調合は行えないんだ。そんな、せっかくいろいろ教えてもらえると思ったのに。そう落ち込むな。素質のある人間なら経験を積んでいけばいくらでも調合のレシピをひらめくさ。本当ですか？ああ、とにかく今は数をこなせ。何度も調合して慣れればそのうちお前さん自身の錬金術も見出せるだろう。私自身の錬金術。私も先生は無理だが助言者くらいなら務まる。だから気軽に頼れ。敬語もなしでいい。わかりました。あ、じゃなくて、わかった。改めてこれからよろしく、アンペルさん。そうだ、この本を渡そう。錬金術の基礎の基礎といったものだが、いくつかのレシピが載っている。え、いいの？ありがとう。私にはもういらない本だから気にするな。それより載っているものを片っ端から試して調合になれるんだ。それを一通り調合し終えたら
次はそこいらの本でレシピがひらめくか試してみろ。そこいらの本で調合のレシピを？専門書以外の本も錬金術師の視点で見ることによりレシピをひらめくことがある。いわば発想の訓練だな。何の変哲もないものでも見方を変え独自な作り方を体得すればそれはもう錬金術なんだ。この村にも本を売っている店の一つくらいあるだろう。うん、あるよ。ボーデン地区にフレッサさんの雑貨屋が。多分本もちょっとは売ってると思う。ならそこで適当な本を買って目を通してみるといい。思いもしない何かがひらめくかもしれんぞ。わかった、やってみる。まずはもらった本を家で読んでみてからだけど。うん、錬金術の練習するにしても鎌がないとね。鎌、鎌、何かいいのないかな。あ、これだ。もう使ってないし、これでいこう。よう、来たぜ。わざわざ呼び出して何の用だ？ふっふっふ、レント君、タオ君、我がアトリエにようこそ。は？アトリエってどういう…あ、なにこのでかい鍋。アンペルさんに錬金術師として最初にやるべきことをいろいろと教わったんだ。それがこの鍋？こんなのどっから持ってきたのさ。鍋じゃなくて、まあ家にあった鍋だけど。錬金釜。まず何よりもこれがないと始まらないからね。で、そのアトリエってのは何なんだよ。錬金術の研究室よ。これからここでバリバリ調合しまくるの。なるほど。要するに錬金術師っぽいこと始めたと。二人とも反応薄くない？もう少しこう感動とか関心とかないかな。俺たちも俺たちで忙しくなってんの。そういうテンションに付き合う余裕もねえんだよ。そうそう、僕もアンペルさんに本の読み方の処方を教わってるんだ。みんなやることが見つかったんだ。私も負けてられないな。よし、まずはアンペルさんからもらった本に書いてあったものを一通り全部作ってみよう。材料はこれくらいなら家の周りでも取れそうな気がするな。探してみるか。
どうしようかな。覗いてみようかな。どれ？これで取引成立。これ取引。取引せ。またき。なるほど。
よ。よいしょ。なんだ。取引成立。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。どこに入れ、さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。とりあえず、なんか入れちゃおうか。さあ、何を入れよう。教えてもらったレシピだし、ちょっと聞きに行ってみよう。アンペルさん、本に載ってたもの作ったよ。おお、早速作ったか。感心感心。それで作ったのはいいんだけど、これって何？これは外で冒険をするときに役立つ道具だ。魔物に襲われて怪我をしたときに治す薬、魔物に投げつけて倒す爆弾などいろいろだな。あ、ひょっとして私たちを助けてくれたときの謎の爆発も？そう、あれも錬金術で作った爆弾の一つだ。道具があれば冒険の安全性も一気に高まる。そうなんだ。じゃあ私もじゃんじゃん爆弾投げて大活躍できる？それもできなくはないが、そうだな、そろそろこれを渡しておこうか。これは？コアクリスタルという。お前の作った薬や爆弾は使ったらなくなるよな。は？それは当然そうでしょ。ところがだな、まずこのコアクリスタルの中に作った道具を入れる。そしてクリスタルを武器などに組み込んで武器を一振りすればクリスタルの力が解放される。解放されるとどうなるの？クリスタルに入れた道具を失うことなく同じ効果が得られるようになる。え？そんな魔法みたいなことができてしまうんだ。
それがこの古式秘具、コアクリスタルの力なんだよ。古式秘具？昔のすごい錬金術の道具程度に考えておけばいい。とにかくこれがあれば作った道具を失わずに済む。そんなすごい道具を私なんかがもらっちゃってもいいの？何？これは古式秘具の中でも比較的多く見つかる。余っていたのを分けてやるだけだから気にするな。じゃあ遠慮なく。ありがとう。早速使ってみるね。うん。
しょ。やあ、いいかな。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。これでいいかな。さあ、どうだ。やった、できた。少しは成長できたみたい。お、なんだこの分厚い本。アンペルさんに教わった文字が表紙に書かれてる本を地下の書庫から見つけてきたんだ。へえ、何が書いてあるの？さあ。さあって。これ、古い文献に使われてる言語の辞書なんだって。まずはこれを把握するのが当面の宿題ってわけ。わかんねえ言葉の辞書を引いて意味があるのか。以前から本に共通する文字列のメモは取ってたんだ。地道な作業をよくこなしたって褒められちゃったよ。そういえばちょくちょく何か書いてたっけ。よかったじゃない、今までの努力が実って。実るかどうかはこれから決まるんだよ。頑張らないと。もう意気込み十分だな。意気込みはいいけど、なんで自分の家でやんないのよ。レントまでいるし、ここ私のアトリエなのよ。そりゃうちでやってたら親がうるさいからだよ。そのためのたまり場だしな。名前は変わってもやることは変わんねえよ。錬金術師って言ってもそう簡単に暮らしは変わらないか。ま、好きにしてれば。私は調合で忙しいから。なあ、調合もいいけど、また対岸に出かけねえか。リラさんに教わったことを実践で試したくてさ。俺たちみんなが魔物との戦いになれりゃ、ライザもスムーズに採取ができるだろ。それはまあそうかも。魔物との戦いって、あんなことがあったばかりだよ。怖いこととかやりたくないんだけどな。早速対岸に行こうぜ。待ってろ魔物、そして今に見てろよボスめ。しょうがない、また対岸に行っちゃうか。
何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。やった、できた。少しは成長できたみたい。どこにしよう。いいもの、できそうな予感。うお、いい。どれにしよう。これでいい。うまくいくかな。どこに入れようかな。いいもの、できそう。どれがいいか。これでどうだ。うまくいくかな。やった、できた。どこにしよう。どこに入れようかな。いいもの、できそう。いいか、いい。どれにしようかな。これでいい。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。少しは成長できたみたい。どこに入れようかな。いいもの、できそうな予感。どれがいいか。これで、さあ、どうだ。やった、できた。休んじゃおかな。どこに入れようかな。どこにしよう。
いいものできそう。どれにしようかな。これでうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。やあ、何作っちゃおうかな。どこにしよう。これでいいかな。うまくいくかな。できた、バッチリ。さて、早速魔物を蹴散らしてみようか。どうせなら今度は街道の方に足を伸ばしてみたいぜ。どんな感じなのか見てみたいしな。街道か、私もどんな感じになってるのか見てみたいかも。ここまで来といて言うのもなんだけど、本当に行くの？そうさ、戦いになれるための特訓だからな。大丈夫だって、街道にそんなヤバいやつはいねえよ。危険そうだったら帰ればいいじゃない。まずは行ってみようよ。
この景色見てるとなんかお腹空いてきちゃうな。お弁当持ってくればよかった。やあ！糸って結構貴重品だよね。作るの大変そうだもん。そうだ、たくさん見つけられれば大きい。宝石のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。やあ！やあ！やあ！細いのとか小さいのとか探すの苦手なんだよな。くそ、絡まっちまった。切るわけにもいかねえし。ライザー、助けてくれ。よいしょ。魚の目って何考えてるかわかんなくて気になる。よし、あった。少しずつ覚えていかなきゃ。やっぱり見たことない魔物もいるじゃねえか。腕試しだ。あいつらに挑んでみようぜ。本当に？ああ、特訓だから1回や2回じゃダメだ。何度も戦って勘をつかまないとな。それまで俺に付き合ってくれよ。さあ、行くぜ。そういや、島にはあまり鉱石ってないよね。全くないわけじゃないけどさ。
そこ。やべえな。そこ。行くよ。避けられるかな。一気に行くぜ。これくらい当然さ。こんな植物でいいのかな。やっ、一気にやっちゃおう。みんな一緒に決めるよ。これならどう？今だ！それそれ！今だ！さあ、どんどん進もう！また一つ強くなれたぜ！まだまだ強くなるよ！おっとだ、あ、もっと。やっ、さあ行くぜ。おや、行くよ。今だ。そこ。行くよ。ほらほらほら。今だ。今だ。ライダー頼んだ。これならどう？ライダー隙を作って。一気に畳みかけるよ。こっからだよ。今だ。そこ。うてえな。おや、もう終わりかよ。そろそろどうだろう。なんか戦いに慣れてきた気はするが。怖くはなくなってきたかな。僕もなんとか。よし、実戦はこれくらいでいいだろう。そろそろ戻るか。やっと帰れる。それにしても何やってんだろう僕たち。ほんと俺らって悪ガキだよな。こんなことしてるなんてバレたら大目玉だぜ。私もバレたらめちゃくちゃ怒られるだろうな。バレないように家に帰ろう。厳しいんじゃない。一気に行くぜ。行くよ。避けられるかな。行くよ。いいな。今だ。えい、ライダー隙を作って。今だ。ライダー頼んだ。これでどうだ。行くよ。もう終わりかよ。やっ、さあ行くぜ。みんな一緒に決めるよ。行くよ。今だ。それそれ。今だ。さあどんどん進もう。
踏み込みはあんなもんだったよな。戦った後の周りの警戒もやったし。何ブツブツ言ってるの？お、ああ、リラさんの言いつけをさ、一つ一つ頭の中で確認してんだよ。帰った後にまで熱心だな。それって戦い方とかそういうやつ？ああ、リラさんは戦士の心得って言ってたな。リラさんってどういう人なんだろうね。あんまり見たことない格好してるけど。アンペルさんとずっと一緒に旅をしてるって聞いたよ。興味ないな。リラさんは俺に必要なことを知ってる。だから教わる。俺にとって大事なのはそれだけさ。割り切ってるな。レントも早くリラさんくらい頼もしい戦士になってよね。私の採取も楽になるし。お前を手伝うために腕を磨いてんじゃねえよ。ただいま。ライザ、お前またどこほっつき歩いてたの。うわ、めっちゃ怒ってる。嫌なタイミングで帰ってきちゃったな。いい加減にしないと屋根裏の扉に鍵かけるわよ。ちょっと待って、それは困る。絶対にダメ。ダメじゃないわよ。いつの間にか屋根裏は改造してるわ。いくら言っても手伝いはしないわ。いい加減によし。屋根裏に鍵かけられたくなかったら今からでもお父さんの収穫を手伝ってきなさい。もう分かったよ。収穫って空間フルーツでしょ。草刈り窯ってどこにあったっけ。知らないよ。窯くらい自分で探せるでしょ。そんな、はあ、いっそ錬金術でパパッと作れないかな。探すよりアンペルさんに聞いた方が早いよね。何作っちゃおうかな。どこにしよう。どれにしよう。これでうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこにしよう。どれがいい。これでさ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れようかな。おお、いいか。おお、どれがいいかな。これでうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。どこにしよう。さあ、何を入れよう。どうしようかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。
次はどうしよっかな。聞け。よし。ち。おい。もさ、錬金術で草刈り釜って作れないの？草刈り釜？そんなもの何に使うんだ？実はうちって農家なんだけど、その手伝いで必要になっちゃって。だったら店で、いやちょうどいい。この際だからお前さんに新しい錬金術のコツを教えてやろう。錬金術のコツ？ああ、まだ一からレシピを考えるのは難しいだろうが、今あるレシピを改良するくらいはできるだろう。レシピを改良？前に教えてもらったレシピを強くするの？いや、そうではない。錬金術の改良とは全く異なる道具を生み出すことだ。それこそが錬金術のレシピ変化だ。
草刈釜はこの本に書いてあるインゴットに大きな骨を加えることで作れるようになる。大きな骨も動物型の魔物でも倒せば手に入るだろう。なるほど、レシピ変化か。ありがとうアンペルさん、早速試してみるね。これでいいかな、うまくいくかな。やった、できた。どこに入れようかな。いいもの、できそう。いい感じかも。いい、これでどうだ。うまくいくかな。やった、できた。教わったレシピ変化もうまくできたし、もしかして私って才能あるんじゃ。それにこれがあれば手伝いだけじゃなくてもっといろんなものが取れるようになるはず。私の錬金術の幅もぐっと広がってすごいことができるようになるかも。
何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。次はどうしよっかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。おお、いいか、いいもの、できそうな予感。いい、どれがいいか。これでどうだ。うまくいくかな。やった、できた。なんか上達してきた気がする。どこに入れようかな。いいもの、できそう、いいもの、できそう、いいか、どれにしよう、これでいい、うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。これでどうだろう。これで大丈夫かな。ライザ、ご苦労さん。余った分は持って帰っていいよ。しかしライザが手伝いに来るなんて珍しいな。いつもは行っても来ないだろ。だって手伝わなかったら屋根裏に入れなくなるし。
なんだって？ああ、ううん、なんでもない。そうか。遅くなる前に家には帰りなさい。母さんも心配するからな。余ったこれどうしよう。錬金術の材料にもなるかな。ここがお前さんの実家の畑か。無事に草刈り川は作れたようだな。アーペルさん、もしかして心配して来てくれたの？たまたまこの農場に用があっただけだ。そこにお前さんが偶然いたに過ぎ。だが物はついでだ。草刈り窯を作れたならこの本を渡しておこう。これってもしかして今のお前さんでは到底作れないようなものばかりだが、草刈り窯のような採取道具について書かれている。新しい道具が増えれば採取だけでなく、例えば岩で塞がれたような道の先にも行けるようになるかもな。新しい場所、新しい冒険ワクワクしてきた。用も済んだ。私はもう行くぞ。アンペルさん、ありがとう。あれ、そういえば農場に用があるんじゃなかったっけ。まあいっか。ライザー、出かけようぜ。出かけるってどこに。クラウディアの家だよ。場所が分かったんだ。え、そうなの。どこ。アンペルさんたちの家の近くだとさ、同じように空き家を借りたらしいぜ。旧市街か。あそこら辺空き家が多いもんね。よし、早速行ってみよう。詳しい場所は聞いたし、旧市街に行けばすぐわかるだろう。なるほど。どうしようかな。どこに入れようかな。うわ、いいか、うわ、いいか。どれにし、これでうまくいくかな。できた、バッチリ。どこに入れようかな。うわ、いいか、いいもの、でき、いいもの、できそうだ。どれがいいかな。これうまくいくかな。やった、できた。どこに入れようかな。どれにしようかな。これでいいかな。さあどうだ。やった、できた。少しは成長できたみたい。よし、立派な斧ができたぞ。これがあれば木を切ったりできるから、新しい木材が手に入るかも。他にも使い道があるかもしれないし、外に出るときは持って行ってみよっと。
何作っちゃおうかな。これで取引せ。どれがいい？取り。と。また来ま。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。いいもの、できそうな予感。いい、これでいいかな。うまくいくかな。やった、できた。どこに入れようかな。いいもの、できそうな予感。いい、これでいいかな。うまくいくかな。できた、バッチリ。どこに入れようかな。どれがいい。これで。さあどうだ。じゃーん、こんな感じかな。少しは成長できたみたい。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。